今日は絶対にウニ終わらすから。スーパーマグネチック乳乳実況4の4のその3です。どうもアザラシです。今日絶対終わらすから、これ絶対は、ここで絶対終わらせる。あそこの火のところが、もう溶岩のところが難易度ベリーハード、ベリーハードすぎてな。なんてことはねえぜ、にゃーぜ。なんてことはないぜというその考え方がまずい。常にニューニューに対してはリスペクトの感情を忘れてはいけない。ステージを作ってくださってありがとうございます。このような面白いステージを作っていただいて本当に感謝しております。至極強烈の極み、至極強烈の極みって、至極で極んでるのにまだ極むかっていう感じだな。よいし、ギリ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 、ここで飛んだらもう死ぬから今のタイミングダメよ。ここのタイミングね。スピード感を重視していこう。ソニックばりのスピード感を。それソニックアドベンチャーやりたいな、実況として。ソニアドやりたいな。ソニックアドベンチャーなんてニューニューの難しさに比べれば本当もうなんだろうな、本当もうあれだな。ニューニューを丸裸にしたレベル、毛の生えたの逆。そもそもニューニューには毛が生えてない、ツルツルですね。ここほんともう簡単だもんな、もはや簡単だもんな。右ピリ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 ウィーン。なぜ無音なんだろう、このレーザー。音割りにしてくれたっていいのにな。多分弾むんで、ちょっと体がビョーンってね、壁に当たってちょっと弾むんです。ビョン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 。頭がおかしくなったらな、さすがに長時間の乳乳は精神に危険を及ぼす可能性があります。長時間の乳乳は精神に危険を及ぼす可能性があります。適度に休憩を挟みながら、できれば数日空けた上でのプレイを推奨いたします。連続でのプレイは命に関わる。今は命がけで入院をしてるから。危ねえ。あんた、だからそれがちゃん、それがさダメなんだよ。それがダメだったんだよ。あの死に方はすでにしてるね。なんかプレッシャーがあるんだよ、あの瞬間に。奥に入る、なんか手前側に飛んじゃう、なんかしら。あそこにあのバルブみたいなのがあって、それがなんか当たるのかなと思って、ついね、手前側に飛んじゃうんだよ。よく見てもらうと分かるけど、バルブみたいなものがあって、バルブじゃないか、レーザーの発射口か。ね、これが当たっちゃうのかなと思って、ちょっと手前に跳ねちゃうの。それが見透かされてる。だが、ここまで来ました。ここからが辛いな、このステージは。非常にここからが戦い。ただまあ、ここまでのパターンはなんとか一応確立してはいるんだよな。ここまでのパターンは、この次が超えられてない。
飛んで間に合わんよな、あれ多分な。だからダッシュジャンプ、このダッシュジャンプの時点でまずハードルが高いからね。このようにこのようにダッシュジャンプを常にできるような難しいんだよ、ダッシュジャンプ。こう R、まあ、R と R とその R と X ボタンをこう刹那の感覚で押していかないと大ジャンプというかダッシュジャンプができない。でもこのダッシュジャンプってあの頼むぞ頼むぞとは、なんで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 、うまいこと弾まないとダメなんだな。すごい今4回も投げたぞ。1回の5回かな、4、5回投げたぞ1回のプレイで。ちょっと足りんかった、神がかり的なリカバーをしたもんだからそのまま流れていきたかったな。違うんかい。よーし、よかったよかった。ちょっとね、跳ね上がっていかんといかんかったな。よし、あー難しいな、難しいな、実に難しい実に難しい。早いと間に合わん、距離が足らんかったりするし、遅いとぶつかったりするし、逆か、早いとぶつかって遅いと間に合わんか、そうやな、するしな。タイミングがほんとシビア、タイミングがシリア、シリア内戦。長時間の入入は危険です。脳に障害を及ぼす可能性がある、脳に損傷を及ぼす可能性がある、危険性がある。これだ、感性が働いてない。この実際問題どうなの、こういうあの浮遊する床がさあったとしてさ、その上でジャンプしたらやっぱり浮遊して移動してる床なあったとしてさ、やっぱ感性働かんのかな。試してみたくなるよな。ここは大丈夫なんだ。危ない。よし、今乗っけた。ここからだ。ここからが本当のニューニューをお見せしますよ。今ビビったね。チキンハートが出たね。ここか。よし、同じだな。右と同じだな。右手が最初と同じ。ギミックは最初と同じ。緊張するけど、やることは同じ。アンズーナ、やることは同じ。ちょっと遠くないか。多分ダッシュジャンプじゃないと、あの足場には飛び乗れ。ここだ。精神が持たんぞ、ほんま持たんぞ。これはえい、ダメか。よし、迂闊なジャンプは死につながる。あそこはね、ジャンプでね、位置を調整しないとね、滑り落ちるから、ジャンプしてるんですね。よし。トントントンと。これな、普通のジャンプで飛び乗れた。なんだ。
なんだ、まだあるな、なんか奥にな。緊張するけど。よく今、リカバーしたぞ、俺は。よくやったぞ、俺は今。まあ、わかるけど、やらんとするべきことはわかるけど、これで？あー、なるほどな。これで離して、青で跳ねて、ビョーンと跳ねて、赤に捕まるんだ。だから連続で青でいいんだと思うけど、うん。タイミングが向こうもこっちも変わらんから。離した今手を、俺なんで手離しちゃったんだ。もう一回手離したっていうか、手っていうか B ボタンを多めに押しちゃった。千載一遇のチャンスが今手からスルリと抜けていったな。千載一遇のチャンスというやつだ。もうダメかもしれんな。もうダメかもしれん。今のを失敗したという事実、もうクリアはできないのかもしれない。すげえ運良かったぞさっき。これだもんな。うん、ここまではいい。ここまではいいぞ。ここまでもいいぞ。あっ、ちょっと焦った、ちょっと焦った。ほんと一生懸命ニューニューやってます。ほんとに一生懸命。もうやだ。カット多用しまくったらもうちょっと見れる動画になるのかな。でもタカットしたくないわ、もうここまで来ると。カットがまあまあ見といてくれ。まあ見といてくれ。そんなにあれじゃないから。そんなにもう、これっきりだから。これね、ジャンプなんだよ。ほら。ここだね。いやー、ダメだ。これ本当に終わんねえ。難しすぎるぞ。でも今までだって、めちゃくちゃ難しいステージも、飛べないハードルも負けない気持ちでクリアしてきたはずだから。だけど飛べないハーテルも負けない気持ちでクリアしてきた。早く来て。おお、あ、そうなんだ。これなんか落ちちゃうからって思って怖がってるけど、実はそれはその怖がる自体が間違いだったかもしれんな。だからこれはダメだと思ってた。なんか、うん。マグマの底まで沈まないから、別に待っててもいいんだ。それはすごく発見かもしれないですね。クリアするのに至っては、すごく発見かもしれない。が、まあ、だからどうしたという感じだな。今の現状においては。
よし、ここまでは OK。OK。よし、ここも OK。ここも OK。ここも OK。何回でも投げよう。よしよし。ここでね、冷静にならないとダメなんだ。冷静にな。ここ。ふぅ。ラストチャンスでしょうね、これがね。これがラストチャンスでしょう。ここまで来れるラストチャンスでしょう。やることはもう分かっている。連打しちゃうんだよな。あと4分。あと4分。あと4分っていうか、まあ、残機数、残機0までやるつもりだから、4分という区切りではないけれど。ダメなんだよ。向こうから来るのにしか飛び乗れない。低い。よし。ダメだ。ダメだ。ダメなのは分かっていた。集中するぞ。本当に集中していくぞ。このままではいけない。このままではいけない。本気の集中ってものを見せてやる。本気の集中って、ああ届いてた。戻りにの合わせるでしょ。戻りに合わせるでしょ。そしてジャンプだ。みーえみーえ。今あと何機？あと4機。今何時？今何機？そうね、大体ね。今のじ、ちょっと待ってて。今のじ、まだ早い。あ、やべ。今気づいたんだが、あのネズミのマーク、ちょっとなんか工夫が凝らしてあるの。よし、工夫が凝らしてあるな。ここ大事に行こう。大事にって言ったでしょうが。大事にって言ったでしょうが。大事にって言ったでしょうが。何が悪い。ちゃんとここで急いで飛び乗るのはバカよ。ここもダメ。ちゃんとタイミングを見計らって。ここ。よし。よ、あばばば、暴れたよ。もう暴れたかよ。申し訳ねえ。すぐこんなとこクリアするつもりだったのに、いつまでたってもクリアできなくて。情けねえ。沈むでしょ。上がったタイミングで飛び移る。これがなんかな、もう一回目のジャンプが
いらないんかもしれんけど、なんか慌てちゃってさ、これなんか多分2回目のジャンプがないと多分滑って落ちてんだよ。そういう意味ではうまいこと働いてんだと思うけど、そういう場面ではね、それが時々暴れるという形で悪い方向に出てることもある。ほい、よし、今行けたな。いやでも行かなくてよかった。行ってたら多分失敗してた。よし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 、これもよし。これがラストチャンスでしょうね。ダメだったらもう死ぬ。もう2機分やらせてくれ。なんで今のが失敗したのかわからんかった。早かったり遅かったりしたのかな。ダメだったらもう2機分使い果たし死ぬつもりだったけど、ちょっと往生際の悪いところが出てしまう、出てしまっていますが、許してほしい。どうしてもこれはクリアしておきたい。ここで別にこれでいけたんだ、ジャンプしなくても。本当にこの木がなくなったら終わりにするよ。今回のチャレンジは終わりにするよ。ふぅ、胃が痛え。胃は痛ね。よし、やっぱりそんなこと言われた。ラスト、ラストです。これが最後のチャンス。おしまいだ。ここまで。